最後のテンションになるんですけども、次の方も奈良から来ていただきました。高橋さん、奈良を拠点に活動されているシンガーソングライターさん、こういう発表がしたことがないので、ちょっと緊張しつつ慣れていないところもあると思うんですけれども、少しお付き合いしていただければと思います。まず簡単にちょっと自己紹介をさせていただきますと、歌垣という名前で活動しております。本名は吉田さんという名前で、85年生まれ、奈良市で生まれ育ち、奈良市を中心に活動するシンガーソングライターです。自分で曲を作ったりして活動してまして、まあ、生まれた時、物心ついた時から歌うのは好きで、よくこう親戚集まったら前に出て歌って、まあ、いいねとか言ってもらって喜んでたような子やったんですけれども、学生の時に、大学の時にジャズのサークルに入りまして、そこでこうライブをしたりとか人の前で歌う機会が増えまして、なんか歌っていて喜んでもらえたり、よかったよって言ってもらうのがすごく嬉しくて、ずっと歌っていけたらいいなというふうに始めました。で、就職を一旦したりしたんですけれども、その後、音楽活動を専念したいなと思いまして、今は奈良市を中心にカフェやイベントなどでライブを行っています。で、歌垣という名前は学生の時にグループを組んだ仲間と付けた名前だったんですけれども、もともとはその奈良時代の貴族とかが和歌を読み合うというのが歌垣と呼ばれていまして、自分自身その奈良がすごく好きで、奈良から発信していくような音楽をしたいなという思いがあったので、その名前にしたんですが、卒業後自分で活動するようになっても、個人名というのは一緒に活動しなくなったんだけれども、仲間と離れていても仲間がいたり、とこうライブしたらお客様も一緒に歌ってくださったりとか、あとその会場を作ってくださる人たちだったりとか、多くの人たちと一緒に歌っているという思いがあったので、そういう意味も込めて個人名ではなくて歌垣という名前で活動しております。で、カフェとかに自分でこうお願いをしに行ったりとかしてライブ活動をしていたんですけれども、奈良ってなかなかそういうライブハウスとかも少なくて、発表する場が少ないというのもありまして、なんかこう、そういう周りでも仲間たちもいて、音楽だけじゃないんですけれども、一緒に力を合わせて、なんかそういう発信する場を作っていけたらいいんじゃないかということで、2010年になるんですけれども、ビエンナーラというイベントを行いました。ビエンナーレを作って、ビエンナーラに行っているんですけれども、高校の時の同級生と一緒に立ち上げまして、私はライブ音楽で発表をするんですが、仲間で絵を描いてる人たちだったり、お菓子を作ってる人たちだったり、なんかこう作ろう、生み出そうとしている仲間たちを集めて発信する場をということで作り出しました。若者アーティストの発信の場になればということと、作る楽しさを来場していただいた方にも、なんかこう身近に楽しんでもらえるような場になればいいなという思いで、参加型のイベントも意識してやっております。で、またその中で来場者の方とだったり、参加したアーティスト同士だったり、地域の方とだったり、何かこうつながりが生まれる場になればいいなと思って、ビエンナーラというイベントを始めています。2010の時の写真をいくつか紹介したいんですけれども、正木家という町屋空間がありまして、そこがメイク会場になっていました。で、その中で
陶芸の森さんと染色の中江さんという方がこのイベントで、コラボの作品を作られたり、今日先ほどちょっと写真悪いんですけれども、戸郷さんの写真の展示があったりと、お菓子の販売もありますか、すいません、お菓子の販売があったりと、町草ワークショップという、明日発表される重本君という方が町の中の草を見つけて、そこに名前を付けるという活動をされているんですけれども、そのワークショップを奈良の町に出て やろうと思って、ワークショップを行ったりしました。で、私はライブで参加しまして、このような町屋の中で、お客さんと一緒にライブを行っていました。で、まあ、ちょうど本格的に活動しだして3年、春で3年になるんですけれども、いろいろやってみて、まあ、最初は歌うことが好きでっていうものなんですけど、やっぱやっていくライブの中とかで自分が楽しいなと思う瞬間っていうのは、やっぱりこう聴いてくださる方とかとなんかこうそういう思いに共有できたりとか、なんかこうつながることができた瞬間っていうのがすごく自分では嬉しくて、で、特に小指エナーズイベントも始めて思ったんですけど、参加型を意識していたので、自分一方的な発信だけじゃなくて、なんかこう一緒に作り出すっていう楽しさだったり嬉しさだったりっていうものも音楽を通してすごく自分は感じています。なんかそういうものを私もこう音楽で何かこう送ることができたらいいななんて思ったりしていまして、で今日は限られた時間ではあるんですけれども、こんな喋る人ではなくて普段歌う人なので、もしよければ、ね、強制的にですが皆さんがちょっと歌えたらいいななんて思って、こんなちょっとおもちゃみたいなキーボードで申し訳ないですけれども、今日は少し皆さんと歌えたらなと思います。このビエナーラのライブとかでもやったりしてたんですけど、歌を作ろうということで、なんか歌作ったことあるぞという方なんでますか？なかなか歌作ろうってオリジナル何曲あるねっていう人は普通は少ないかなと思うんですけど、でも私自身も作り出したのは大学の時に別に習ったわけでもなくて、ちょっとなんか簡単なフレーズ、ファ、ミ、レ、ドという4つの音を繰り返すので曲を作りました。それが最初のきっかけです。なのでそれをちょっと使って、せっかくなのでちょっと歌詞も即興でつけたいなと思います。3つのキーワードを皆さん何でもいいので歌詞しやすい方が嬉しいけど、何でもいいので、もしよかったら3つのキーワードを皆さんからいただけたらなと思います。急に言ってしまったあれなんですけれども、なんかパッと思いついたワードあればポンと言ってください。はい、ハト、はい、何かあったりしますか？はい、未来、綺麗ですね。これは名曲が生まれそうです。流れが向こうのか、それとも大根じゃないか綺麗に行きたいな、ね、どんな綺麗に行きたい今なら何かないでしょうか、最後じゃあよかったらすごいプレッシャーな感じ。ちょっと流れを見てみますけど、どうですか？それやります。ちょっと待ってください。そんな感じ。お茶。待ってください。はい、じゃあ
そしてですね、あのコーラスも皆さんよかったらちょっと参加していただきたいなと思います、ちょっと聞こえますか、これファミレドってことなんですけど、これを本当に繰り返し繰り返しであの歌を作っていきたいと思いますので、私がファミレドはいっていうので一緒にこう同じようにファミレドっていうのを言っていただけたら嬉しいなと思います。いいでしょうかすいません、いや今日聞きに来ただけなのにと思った人も多いと思うんですけれども、発声の時間とかもし必要だったらお取りしますけど大丈夫ですか、歌っていただけたらなと思います。じゃあ行きますね。ファミレド、はい、ファミレド、未来ということなんですけれども、これから
まあ、奈良という場所がすごく好きで、そこから歌っていきたいというのはなんかわからないんですけど、ずっとありまして、で、まあ、奈良から出ないっていうのはおかしいですけど、そういうつもりじゃないんですけど、なんかこう、やっぱり奈良にいるから私であって、で、その場所にいるからできるものがあってっていうのが自分の中にすごく感じているので、そういったものを発信できる歌手でありたいし、そういうイベントを作ったり、いろんなことをやっていてあれなんですけど、あのいろいろ自分のやりたいなと思ったことを挑戦していけるような活動を続けていきたいなと思っています。それが皆さんの笑顔につながればすごく嬉しいなと思っています。なんかざっくりな感じですけれども、そういうふうな思いでこれからも奈良から活動していきたいと思いますので、まあ、大阪に呼んでいただいたすごく嬉しいです。あのそういうことで出会ったきっかけでまた奈良に皆さん来ていただけたら嬉しいななんて思います。またどこかで奈良に届けられていただけたら嬉しいです。今日はありがとうございました。なんかやっぱり自分のふるさとやから落ち着くんですよ。なんか自分を無理しなくていいというか、ありのままでいられるっていうことがあって、それは多分その奈良人じゃない人にとってはどうなのかっていうのはちょっとわからないとか正直あるんですけど、でもやっぱりその空気感っていうのは絶対奈良っていうのと大阪と違う空気感がある。午前中言ってはった大阪の人も言ってはったじゃないですか、残していきたいって言ってはったのと同じように、奈良にもそういう人の中にある質というか特徴とか色とか空気感っていうのがあると思うんですよ。でそういうのは絶対奈良にしかないもんだと思うし、はい、そういうとこが自分にすごいマッチしてるというか、自分がすごく楽、いい意味で楽になるというか、なのでなんか自然でいられる、うん、外部から来られた方もほっとなんか落ち着くような空気っていうのは絶対あると思うし、そういうのは奈良の魅力なんじゃないですか。奈良に関わってやっていくと、はい、そのぐらいになるとして、はい、例えば、テレビ番組とかね、音楽番組やるたら、朝って出たいって思われます。どんな番組出たいですか。タモさんの横とか、ミュージックステーション、ミュージックステーション、なんでメモ、あ、ちょっと待って、なんか書いてる、いやいや、覚えてたら、あ、そっか、ミュージックステーションね、髪切った、言われた、言われた、東京行って売れて、で、まあ、テレビとか出たりとか、大学で不動産やったり、動画やったりとかあるけど、そうじゃなくて、奈良にこだわって、奈良に行って、自分の好きな場所に行って、そこから発信していって、ことなのと思うんですよ。そうそうそう。そういう道もあってもいいんじゃないかと思います。ですよね。そうですね。で、なおかつ、ビエンナーラっていう、イベントも変えてて、自分のシンガーソングライターとしての活動を今で、奈良を見ている。そこで、他の先の、出てきていただいた東郷さんとか、他の作家さん、奈良の作家さんと一緒に、発表の場を作りつつ、見に来てくれるお客さんと一緒になんか楽しめたりとか、そういう場所を作っていくということです。で、まだなおかつ、去年来たのは、奈良の羽ばたけっていう作りをするので、カフェだけじゃなくてライブもやったり展開もやってるんですね。その花屋北側のおすすめメニューって何ですか。おすすめメニュー、はい、前菜です。前菜、おすすめ前菜、今の時期ちょうど美味しいもんね。そうですね、入ってきたおすすめメニュー、今3つ来ま
まずね、奈良のいいところ、空気感、空気感がいい。で、寝てたい番組で、最後、ね、華やかさはやってるので、で、ね、ご飯全体これちょっと一緒に作るすごい最後に緊張してきたそんなだからキーワード出てきたっていうねこれでちょっと一曲作るそうなの、ね、ブラックタモリじゃないさっきはファミレーだったけど、ちょっと違うパターンでいきませんそうなんですかじゃあ逆にしましょうあ、どれにかはい皆さん今ですね、宇多田さんのお話の中で出てきたこの空気感ミュージックステーション全財というキーワード3つ織り込んだ曲を今から、即興で弾いてくれはいで、なおかつそこに皆さんご参加いただくそれぐらいサービスしてたんですよ言っといてくださいよじゃあ、ウェニファーです。上がっていきたいと思いますので、そうですね。じゃあ、3、はいって言ったら、それ、マネをして歌っていただけたらと思います。同じような感じですが。どうはい、もう一度、そうですね。